先日、大桑の、割り出しをして、幼虫2つ。幼虫2つと、2匹か。幼虫2匹と、幼虫、少量で入れてよかったのかな。もうちょっとなんかでかく、2例ぐらいから入れた方がいいみたいなコメントもいただいたんですけど、もうちょっと入れちゃったんで ちょっとこのまま様子見とるんですけど、これ幼虫生きてるのかどうか確かめる方法ないのかな。なんか外側全然幼虫見えないんで、でも開けれないなと思ってちょっと見てるんですけど、水滴みたいなのちょっとちょこちょこって出てるんですけど、これなんか合図とかではないんですかね よくわかんないな。ちょっとこのままちょっと様子見て、僕は7匹か、結局計7匹、卵産んでて、その後10月6日にもちょっと卵見つかったんで、こういうふうに、これはちょっと藤子さんの、セアカ二股のメスを購入した時に、ついてたプリンカップなんですけど、100円でね、安かったんですよ このプリンカップにちょっと卵を入れて、幼虫になってるのを待ってるんですけど、他は9月30日に撮った、前の動画にもあったんですけど、プリンカップ別に買えばいいんですけど 僕毎日ファミマのコーヒー飲んでるんで 仕事帰りとかに。ちょっとこのコーヒーのカップ いっぱい僕家にあるんで、これでいいわと思って、これに入れて こんな感じでやっとるんですけど、ちょっとね、卵から幼虫にそろそろなってないかなと思って、ちょっと我慢できないもんで、ちょっと確認しようと思います。ね、10月6日の卵は多分同じような時期だと思うんですけどね。ちょっと幼虫になってるか、見てみようかな。ちょっとね、外側見てもね、幼虫がいるような感じでもないんですよね。これちょっと、いるかね。まだ卵だね。これって幼虫なんの？幼虫なるのかな？まだ卵っすよね。まだだね。幼虫なるよね。これは幼虫になってるね。これは幼虫になってましたね。でも少量ですよね。まだちっちゃいですよね。まだちょっと大きくなるまでちょっと入れておこうかな。印つけとこう。まだ卵のやつってちょっと怪しいですよね。どうなんだろう。
ないか。消えるってことはないと思うんですけどね。いないね。これはなんだ。あ、これ本当浮かしたて、本当今幼虫になったばっかって感じですね。ね、うわ動いてる。ああちょっと待って。悪い子でしたな。幼虫になってましたね。さあ、4つ目か。これはどうかな。おお、これもたった今って感じね。症例の症例って感じですね。これさっきのよりはまだちょっと経ってそうな感じですけど、いや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 、マジか。これラストですね。割り出しとかもね、卵をね崩さずにね開けるのが結構ね、あーこれまだ卵ですね。これはまだ卵でしたね。これ帰るのかな。ちょっとわかんねえけど、まあもうちょっと待ってみようと思います。うん、いや幼虫なってましたね。嬉しい。うん、幼虫なってましたね。このね禁止瓶に入れたね初例の幼虫がね、本当ちゃんと生きてるのかね。本当心配なんですけどね。大丈夫なのかな。あと背垢もね結構ね、うん、産卵期かじってきたんで、そろそろ背垢の方も割り出ししていこうかなと思うんですけど、平田はまだちょっと産んでなさそうかな。うん、まあちょっとお部屋もねクワガタのブリード部屋みたいな感じで今一部屋使ってるんですけど、うん、よいしょ。まだちょっと幼虫、二連になるまで暖かく見守っていこうと思います、うん、次背垢の割り出しかな。うん、こんな感じかな。よし、一応これはもうちょっと後で、数日後ぐらいに割り出そうと思うんですけど、割り出すっていうか幼虫になってるか確認しようかなと思うんですけど、コーヒーカップもね、こんなんしとるやついるのかな。一応
5匹中3匹幼虫になってましたね。よいしょ。ならとりあえずまあこれでちょっと様子見ていこうと思います。よいしょ。まあ今回こんな感じで動画を終わろうと思います。はい、あざした。